はい、キクチャンネルのキクちゃんです。今ね、不動産の打ち合わせ終わってきました。いやー、仕事をね 100% 打ち込めるっちゅうのはね、いいことやなと思います。不動産の仕事ってね、段取り8部、仕事2部なんですよ。それまでの打ち合わせ、要は細かい問題点の調整、すりつぶし、がね、結局当日本番の契約をね、スムーズに進めるコツというか、まあそういうやり方なので、細かい打ち合わせがね、やっぱり必要なんですよ。それにはやっぱりね、電話連絡ではダメで、 LINE での意見のを伝えるっていうのはね、一定は防御にはなるんですけど、とてもそんなんじゃね進んでいきませんのでね、やっぱりね、足しげく通う、直接ねお互い時間を作ってね、仕事をするっていうのがね、基本ベースになるんです。やっぱりね、どんだけ科学が進歩しても、どんだけね、時代が進んでも、やっぱりフェイス2フェイスっていうのはね、ビジネスを進める上ではね、やっぱり基本だなと思いますね。そのためにはね、まずね、服装がね大事だと思うんですね。僕は基本ジャケパンなんですけど、当然ね、柄物のねシャツとかね、柄物の T シャツとかなんかは絶対着ていきません。基本ね、ボタンダウンのシャツか、ジャケットにパンツ、スウェットで、靴は革靴、ネクタイはねしません。ネクタイはしないんですけどね、ちょいラフ、まあ どこ行ってもそんな恥ずかしくない格好、誰と出会ってもそんな変じゃない格好っていうのをね、意識してねやってます。本当はねスーツがいいと思うんですけど、スーツはねやっぱりね、時代に合ってないですね。まあ本当にちゃんとしたところにはね、 TPO をわきまえてスーツでは行きますけどね、よっぽどのことがない限りあんまり僕は個人的に来ません。当然ね、講習がしてもまずいんで、会う前はきっちり歯を磨きますし、歯のメンテナンスはね、前職歯科技講師だったんで気をつけてねやってますよ。脇毛も剃ってね、当然ヒゲも剃ってね、その辺はニンニクは絶対食べないと。髪の毛も伸びる前にカットすると。心がけてますよ。爪も当然そうですね。やっぱり清潔感ってね、40過ぎると大事だと思うんですよ。まあファッションね、おしゃれに越したことはないと思うんです。おしゃれに来ろうと思えばいくらでもね来れると思うんですけど、必要最低限綺麗な身だしなみっつうところでね、僕はまあ1年に1回か2回ですね、まあ、最近のお気に入りは無印良品のね、オーガニックコットンシャツ、プレミアムオーガニックコットンシャツっていうかな、の白と、紺をねまとめ買いしますね。それのルーティーンですね。365日仕事出てる間はね、そういうシャツをね基本ベースで着てます。まあ手抜くわけじゃないんですけどね、今日何着ていこうかなって考えるのがね面倒なのと、やっぱりね、これジョブズとかもよく言ってるんですよね、スティーブ・ジョブズとかね、意思決定の回数を減らすと、仕事に 100% 集中するために、
僕は毎日同じ服を着るって言うんですけどね、それをちょっと真似てるんですよね。そういったことでね、真似から入るっていうのもね、まあそういった話でだいたい尾ひれがついている話が多いんですけど、まあね、真似できるところはね、賢人から真似していこうと思いますんでね、自分のやり方っていうのにあんまりこだわりはありません、僕は。そんなことでね、もう打ち合わせが終わって今自宅に帰る途中、もうもうすぐ自宅に着くんでね、今日はこの辺で、まあ仕事を 100% ね、エネルギーを注ぐこと、注げるようになるコツといいますかね、そういったお話をさせてもらいました。あとね、まあ今最近ちょっと思うんですけどね、いろんな人と出会っていろんな方と話するんですけど、どうでもいいことにとらわれてる人多いっすよね、本当にね。うん、枝葉の部分がむちゃくちゃ気になるんでしょうね。それよりもね、やらなきゃいけないことって絞ればね、本質っていうのが見えてくるはずなんですけどね、なんだかんだどうでもいいことにとらわれるんやろなっていうこともね、最近ブログやったりとか本を読んだりとかね、こうやって音声で YouTube 撮らせてもらってたりすると思うことがね、こう枝葉の部分が落ちてね、幹の部分がはっきり見えてくるようになってきました。これはね、やっぱりインプットも大事ですけど、アウトプットっていう部分でもね、生きてきてるんかなというふうにね思います。というわけで今日はこれで以上です。ありがとうございました。